1試合19奪三振という今も破られていない伝説の記録を残した男、野田浩二。今回は元祖お化けフォークを武器に三振の山を築いた野田浩二のキャリアを振り返ります。熊本県多良木町で育った野田は中学軟式野球部を経て多良木高校に進学。高校では1年秋から投手としてベンチ入りを果たすと、2年秋にエースを任されます。結局高校3年間で甲子園出場とはならなかったものの、最後の夏は熊本大会でベスト4入りに貢献し、プロからも高い評価を受けていました。それでも高校卒業後は地元バス会社の九州産業交通に入社し、社会人野球を続けることとなります。しかし入社2年目にチームが廃部することになったため、特別措置としてドラフト指名対象となりました。そして秋の日本選手権予選、スカウトが見ている中で3試合連続完投勝利を挙げるなど好投を見せ、1987年のドラフト会議で阪神に外れ1位で入団することとなります。野田が入団した時代、阪神は暗黒期の真っ只中でしたが、その中でも孤軍奮闘でサイドスローに近い3クォーターから繰り出す150キロに迫るストレートと視界から消える落差の鋭いフォークボールを武器に、1年目から先発救援で42試合登板とフル回転。結果的に打線の援護に恵まれず3勝13敗と大きく負け越しましたが、防御率は 3.98 と決して悪くない成績を残しました。そして入団3年目の90年シーズンはリリーフメインながらプロ入り初の11勝をマーク。翌91年シーズンは開幕投手に抜擢されると、この年は8勝14敗、防御率 3.81、投球回は自身初の200イニングを超え、翌92年シーズンも8勝9敗と貯金こそ作れなかったものの、防御率 2.98 でリーグ2位に貢献します。ここまで阪神投手陣の中心として活躍を見せていた野田でしたが、92年オフ、優勝を逃したのは長打力のある打者が不足していたためというフロントの意向により、トレードでオリックスに移籍することとなります。このトレードに関してヤクルト監督の野村克也はホークのお化けが消えたと喜び、他球団からも野田がいなくなって助かったという声が上がったといいます。阪神を出された悔しさを胸に秘め、迎えたオリックス1年目の93年シーズン。この年オープン戦は絶不調でシーズンも黒星スタート。そんな中で2戦目の近鉄戦で初勝利を飾ります。この試合1回2回と相手打線につかまり、ベンチに帰ってきた際にコーチからパリーグの野球をなめるなよと怒られたところから闘争心に火がつき、3回から全球やけくそで投げたといいます。そしてこの試合結果的に152球15奪三振5失点で完投勝利。その後もローテーションの一角として活躍を見せ、最終的に17勝5敗、防御率 2.56 の成績で最多勝を獲得。同時期に野茂英雄、伊良部秀樹がいたため、最多奪三振のタイトルとはならなかったものの、4試合連続2桁奪三振を挙げるなど、シーズン209奪三振を記録しました。前年最多勝のタイトルを獲得し、さらなる飛躍を、と望んだ翌94年シーズンでしたが、この年は6月を終えてわずか2勝。そんな中で7月下旬から近鉄が13連勝を記録しており、チーム内でストップザ近鉄、合言葉になっていた中で迎えた8月12日の近鉄戦。この試合でマウンドに上がった野田は、初回から次々と三振を奪うと、9回にはアウトをすべて三振で奪う力投を見せ、プロ野球タイ記録となる1試合17奪三振を記録。最終的にこの年は前年を上回るシーズン213奪三振を記録すると同時に12勝をマークしました。勝ち星もさることながら三振も多く奪っていた野田は翌95年シーズンに伝説を作ります。4月21日、名物の東京湾からの強風が吹き荒れ、マウンドでは強烈な逆風となっていた千葉マリンでのロッテ戦。野田は前回の登板15日の西武戦で2回8失点と屈辱の KO を喫しており、
そこからフォームを修正し挑んだこの試合、逆風でフォークがかなり変化し、1回に3奪三振、2回に3奪三振と凄まじいペースで三振を奪い、7回終了時点で当時の日本記録である17奪三振をマーク。その後8回にプロ野球新記録となる18個目の三振を奪います。しかし1対0と1点リードで迎えた9回裏、センターライナーに突っ込んだ田口壮が打球を後逸し、これが三塁打となり同点に追いつかれます。その後2アウトから19個目の三振を奪いましたが、この時はサヨナラのピンチ、三振は全く頭になかったといいます。結局野田は9回でマウンドを降りると、チームは延長の末敗戦。その後日本新記録の取材でチームバスから遅れて宿舎に戻った野田を田口が待っており、9回にセンターの打球を後逸した田口は野田の部屋がある階のエレベーターの前で正座し、顔を見るなり土下座したといいます。そんな田口に対し野田は、いつも助けてもらっている、気にするなと声をかけたと語っています。日本新記録を快勝で飾っていれば知ることのなかったチームメイトの思いを知ったからこそ、その後野田は快投を見せることができたのでしょう。そしてこの年は最終的に10勝7敗防御率 3.08 の好成績でチームのリーグ優勝に貢献しました。翌96年シーズンもマウンドに立ち続け、この年は援護に恵まれず8勝7敗と4年連続2桁勝利とはならなかったものの、チームトップの180イニングを投げ、防御率 3.14 の成績を残し、チームの2連覇に貢献。また日本シリーズでも第3戦に先発し勝利投手となるなど、チームの日本一の原動力の一人となりました。そして翌97年シーズンは規定投球回に達し、7勝5敗防御率 3.29 の成績を残しましたが、その後はフォークボールを武器とする投手の宿命ともいえる右肘の故障で、98年はシーズン6イニングの登板で未勝利。同年オフに右肘の手術をし再起を図りますが、以降は勝ち星を挙げられず、未登板に終わった2000年オフに戦力外通告を受け、ユニフォームを脱ぐこととなりました。僕はゴロを打たせようと思ったことは一回もない。ゴロを打たせる術がない。追い込んだら三振を狙う。野田の残したこの言葉からも、野田は三振を取るために生まれた投手だったと言えるでしょう。2021年現在、野田の記録を超えるとすれば、同じオリックスの後輩、山本由伸ではないでしょうか。山本由伸が1試合19奪三振の記録を塗り替え、再び野田浩二に脚光が浴びることに期待し、この動画を終えたいと思います。それでは今回の動画がいいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。